はい、今ですね、京都に来まして、これから1週間、古美術研究旅行で、京都を旅します。で、まずは東寺に来まして、今日は東寺と浄瑠璃寺に行く予定です。これからですね、空海のですね、作った立体曼荼羅、それを見に行きますけども、その前にですね、まずは当時に着いたらこれという感じで、冷やし飴を買いました。飲みます。まあ、当時の仏像は撮影禁止だったので、それに代わってですね、東京国立博物館であった当時展で撮影した、帝釈天のですね、ちょっと仏像の写真を見てみようかと思います。で、まず像をですね、こう立派な4本足で、しっかりと、体を支えていて、まあ、彫刻的な、構造というか構築っていうのがしっかりしていて、で、かつその上に乗っている帝釈天の、キリッとした顔立ち、そして足の指一本一本にまでこう神経が行き届いていると。当時の行動ですね、この中に、空海が、作ったというか、空海が、作らせた立体曼荼羅と、曼荼羅の世界を、仏像の、インスタレーションのような配置によって、真ん中に如来がいて、如来が何体かあって、で、片方に菩薩がいて、もう片方に明王がいて、こう周りに、天ですね、帝釈天とかですね、梵天とか、そういう仏像がいて、宇宙の縮図みたいな、そういうのをですね、こう、実現している仏像たちがあって、で、そういう仏像は空海の、オリジナルであるだけでなくて、東南アジアの仏像とかにも、そういった立体曼荼羅みたいなものがあるんですけれども、それにプラスして個々の仏像の持っているその造形的なクオリティの高さっていうか、なんかこう、彫刻っていうものをなんか勉強しようとしたら、例えばさまざまなポーズですね、まるでこうレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐 の12人の弟子たちがいろんなポーズをしてますけども、なんかそれにこう匹敵するような、腕をですね、こうドン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 って上げて最後こうやったりとかですね、本当にこう動きに満ちた姿の仏像たちが描かれていて、でその動きだけでなくて、その中にこうしんとこう止まっている仏像がポツンポツンと配置されていて、ともかく一級の芸術作品っていうのが、一級の芸術作品群ですね、個々の仏像も素晴らしいんですけども、そういう構成がされているところですね。浄瑠璃寺ですね。浄瑠璃寺に来ました。ここはやっぱり平安時代のお寺で、阿弥陀、極楽阿弥陀をちょうど再現した庭ですね。実際咲いてるね。
真ん中に池があって、で、まあ、池を挟んで本堂が極楽浄土を再現していて、でその池の対岸から、まあ、その極楽浄土を見るというところですね。ここが入り口ですね。で、まあ、この本堂の中に9体の阿弥陀如来が並んで安置されていると。お付けです。置物ではなくて生きた猫です。寝てます。これは完全に置物かと思ったら、この猫ですね。三重の塔ですね。今日は中が公開されているということで後で見に行きますけども、三重の塔ですね。でここに、仏像が中に入っていて、まあ、撮影はご遠慮くださいということなんで見られないんですけども、こう今とっても西日が差して明るくて、この明るいと、まあ、瞳孔もこう小さくなって、で中のが本当真っ暗闇に見えて、その中にこう存在してるんだかどうかみたいな、非常にこう神秘的な仏像がですね、薬師如来像が見ることができましたですね。なんか台座だけ光が当たってるでしょ。で、上の方に闇の中にかすかに金で顔の一部みたいな、あるいは腕の一部みたいなのがあって、なんかそれがだんだん浮かび上がってきて、すごい神秘的じゃないですか。こちらに本堂があって、あの本堂の中にこういった仏像がですねありまして、で、さっき東寺で見た仏像はとっても賑やかで華やかで動きがありましたけど、それに比べるとこちらは本当になんかこう静かさや岩に染み入る蝉の声みたいな、静かで動きがなくてですね、まあ、平安時代の後期 この丸い、なんていうかな、穏やかな造形性で、すごく静かな仏像の世界でしたね。はい、ということで今日はですね、東寺と浄瑠璃寺行きました。で明日は奈良の仏像、またいろいろ見ていくことになります。